こんにちは。今日はですね、YouTube のコメント欄からの返信になります Q&A シリーズ行ってみましょう。今日はつまらない飲み会には行きたくないというね、そんなコメントがありましたんで、ちょっと取り上げてみようかと思います。飲み会に行ってつまらないかどうかっていうのは、自分が、どの立ち位置でいるかなんですよ。俺を楽しませるために飲み会設定してんだろうって気持ちだったら、つまんない飲み会っていうふうに映るかもしれませんけども、飲み会か、よーし、俺が盛り上げてやるぜっていうの気持ちだったらどうでしょうかね。そのつまらない盛り上げ、飲み会をどれだけ面白くさせるかっていうミッションが自分に課せられてるとしたら、それは一花あげるチャンスだと思うんですよ。みんながね、つまらない飲み会、行ってもしょうがねえよっていうところに、もう無理やり参加させられる。でも、あれ?なんかあいつが来ると面白いな。あいつが来ないんだら行かねえよ。面白くないもん。っていうふうに、自分がキーパーソンになれるかどうかの、その勝負もそこに込みで、こう考えられるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、面白い飲み会を期待するんじゃなくて、面白い飲み会を作ることを期待させるというね。ビジネスでは自分が主体的になって自分の気持ちを、人の気持ちをどう動かせるかって勝負ですよね。商品買う気がない人に買う気にさせる。恋愛でもそうですよね。可愛い女の子がいてね、ちょっとなんか自分が好意を持ったら、なんとか振り向かせるためにあの手この手を使うでしょ。飲み会も同じですよ。みんながしらーっとしてる中で、絶対盛り上げてやるぜ、みんなを振り向かしてやるぜみたいな自分に力量があれば、どんなつまんない飲み会でもかかってこいってなると思うんですよ。で、話戻りますと、楽しい飲み会に俺を招待してくれみたいな、そういう気持ちだったらね、つまんない飲み会だらけだと思います。で、どこに行ってもね、ケチをつけてね、いやーこの飲み会大して面白くないよねとかね、傍観者でいたりとか、いやーこの店も味落ちたよねとかね、俺もっと美味しい店知ってるぜっていうね、愚痴になってくるんですよ。で、つまんない飲み会がそういう人によって作られるんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、飲み会っていうのは別に一参加者としてね、もうぼーっと参加するのも一つなんですけども、よし、飲み会となったら俺が主人公だぞって、お前大学のサークルでどれだけ俺が暴れまくってきたかちょっと教えてやらみたいな感じで、合コンのプロフェッショナルとしてのちょっと見本を見に行かせるような感じでね、奮い立ってもいいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうかね。はい、じゃあ飲み会、つまらないものを面白くするのはあなた次第ということでございました。